でもアットホームでそんなに比較的お金はかけずにやりました。じゃあアットホーム的な感じは例えばドレス着たりとかどの感じだったんですか？Hey guys and girls, it's Kathy Cat. Today we're gonna present another video street interview from the streets of Japan coming out to you. Marriage in Japan is changing, and we met a freshly married couple here in Japan and asked them what it is really like to be married in Japan nowadays. Maybe compared to the older days, it might be different. If you found this video, you are already interested in Japanese dating, marriage, or just Japanese culture, so don't forget to subscribe now for more videos from us. Also, click on the notification symbol so you don't miss what we put out there, because we put videos out almost every day. So let's go and ask Japanese newlywed couples. Special ちょっといろいろ聞きたいと思います。結婚してから何年ですか？もう少しで2年です。もう2年で付き合うのはどれぐらい、結婚する前にどれぐらい付き合ってたんですか？2年ぐらい付き合ってたんですけど、もう付き合って1年目にすぐプロポーズしました。もう彼女は逃がさない。うん、これから守り続く。うん、結婚決めたきっかけは？僕はもう付き合う時から結婚しようと思ってました。自分はどうだったんですか？私はなんかこの人だったら将来安心だなってなんかデートをするごとに思って、でプロポーズが実は2回されてるんですけど1回目の時に指輪ができてなくて、婚約指輪がでもすごい綺麗な山ですかね、地元の山に連れてってもらって、そこで花束を満月の綺麗な夜にしてくれたので、その時にもうこの人だなって思いました。わー、めっちゃロマンチックじゃないですか。ありますね。そうですね、すごいロマンチックです。頑張ってますね。はい。2回目はどうだったんですか？2回目はバッチリ指輪も用意して、ホテルのイタリアンを予約して、東京の夜景がすごい綺麗に見えるところでちゃんとお食事をしながらサプライズでケーキにメッセージを書いてもらって、それと指輪でプロポーズしました。おー、ケーキには何書いてあったんですか？英語で結婚してくださいと。 Will you marry me? Yes, yes, yes。 その時読めました？読めました。はい。もう一言一句逃さないように結婚してください。リアクションと返事は笑顔で、ちょっと泣いてくれればなぐらいで思ってたんですけど、普通に笑顔で、わーって感じで、ありがとうって言って、こちらこそよろしくお願いしますと。はい。式はどの感じの式だったんですか？式は実は最近挙げて、それこそ先月。じゃあすごい最近じゃないですか。なんでですか？ちょっといろいろ事情が重なってて先月になっちゃったんですけど、家族と本当に親しい友人少しだけ呼んでしました。はい、ちょうどインタビューしたもう違う時代の2人の奥さんに話してたら、その時代は結構ゴージャスな結婚式はやるんだけど、今の時代はそうではなく、みんなが小さい結婚式やったり友達とかやったり、だからそこまでやっぱり結婚式が高いとかの話してたので、自分はどの感じですか？多分比較的抑えめではあったんですけど、それでも僕らにとっては高くは感じましたけど、うん、でもアットホームでそんなに比較的お金はかけずにやりました。じゃあアットホーム的な感じは例えばドレス着たりとかどの感じだったんですか？ドレスは、普通のドレスとあとカラードレス着て、その他のなんかハンドメイドでもうリングピールを作ったりとか、はい、飾りも自分たちで、はい、作ってやりました。今普通のドレスとノーマルのドレスってどういう意味ですか？白いドレスってことですか？そうですね。なんか結婚式用の挙式用のものとあと披露宴用のドレス2着で。途中に着替えた感じ。そうですね、お色直しを。はい。それは自分のホームだったんですか、家ってことですか？地元の結婚式場です。じゃあちょっと和スタイルではなく洋スタイル。洋スタイルで。自自分も着替えましたか？僕は着替えずに退場もせずに来てくれた人とずっとお話をするっていう、座っておくんじゃなくて歩き回ってみんなのところに話しに回るっていう、あんまり形式ばった結婚式じゃなくて、もう自由な結婚式をしたくて、じゃあみんなとなるべく話したりとか会いに行ったりとか、そんな感じでやりました。そのなんか日本で結婚式やるの苦労するところは何ですか？あんまり自由な結婚式ができるところを見つけるのが難しくて。なんでですか？どうしても結婚式場のプランの中でやってくださいっていう、このプランも絶対ついてきますっていうのが多くて、僕たち的にはこれいらないなっていうのが外せなかったり、余計なものがすごいいっぱいついてお金がかかるようになってる。そのなんか指揮者が何かを次はなんとかアナウンスするとか。そうですそうですそうです。いらないものを教えてください。なんでしょう、司会者も僕はいらないかなって思ったぐらい。カメラマン、ビデオカメラとかを撮ってすぐに編集してくれて最後に流しますよみたいなのもいらなかったんで撮っちゃいましたし、あとは部屋の飾り、生のお花ですごい豪華にしましょうかみたいなっていうのももったいないんで、その後捨てちゃうことになるんで大丈夫ですっていうふうに断りました。なんかそれは絶対欲しいのなんかありました？結婚式ならこれが絶対欲しい、例えばウェディングドレスとか、なんか外せないものは何でしたか？私たちのプロフィールムービーと、あとエンディングですね。来てくれたみんなの写真とかちっちゃい頃の思い出とかも流したかったので、それは絶対いりましたね。ちょっと結構お金かかったんですけど、はい、なんかそのスライドショー作ってもらったってことですか？そうです、業者に頼んで、はい、作ってもらいました。ナイスナイス。あ、じゃあ業者がそれやってくれる感じですか？そうですね、業者とで、なんか自分でパソコンでできる人はそれ用のキットがあるんですけど、ちょっと私たち不得意だったので業者に頼んで、はい、じゃあ今結婚して、まあ、式も挙げて、その結婚する前に苦労したことと後に苦労したことでプラスのことも聞きたいので、まずは結婚する前に苦労したことありますか？遠距離をしてたんでなかなか会えなかったことは苦労しました。どれぐらい遠かったんですか？私が東京に行くってなったら夜行バスで9時間、11時間ですね。はい。結構離れてたんですね。そうですね。あと仕事が私がその時に社員で働いてたので、ちょっと連休しか行けなくて、で会う頻度もあんまり取れなかったですね。はい、じゃあ月は1回ぐらいとか。そうですね。1回ぐらいで多い時で2回ぐらいですね。はい。あ、それは大変そう。一番その遠距離の大変なところは何ですか？お金もかかりますし、寂しいですね。そうですね。ちょっと寂しいのが一番大きいかなって思います。はい。で、今一緒に住んでるので幸せと思うんですけど、それでもたまに苦労するところは何ですか？夫婦になると同じ方向を向いて進んでいかないといけないんで、それがすごく難しい。将来のことも考えないといけないんで、そういうのを一緒にやっていくことでちょっとすれ違いが生まれたりするのが難しいなと僕は思います。どうですか？やっぱり遠距離とかが長かったので、なんか一緒に住んでみて、例えばさっきの洗濯物が散らかってるとか、そういうなんか我慢できてたことが今できないとか、そういうことがちょっと増えたりとかなんか今まで見えてないことが見えて、それで喧嘩になったりすることが、はい、そうですね、問題かなって。でも2人が今すごいうまくやってるので、そのうまく続くコツを教えてください。その日に喧嘩したことはその日に解決するですね。恨みは何週間続くではなく、もうその日で、もうその日でもう長引かせずに、その日にどうしてどうなったかっていうのを話し合います。夜遅くなってももうその日に解決するように2人で努力してます、はい、これ偉いですね。このアイディアはどれから？旦那様から。僕です。自分もなんか気をつけたりとかなんかあるんですか？我慢します。そうですねはい。なんか今一番やりたいのは何ですか？新婚でもう2人で話し合ってるんですけど、ワーキングホリデーに行きたい。2人でナイス。どこですか？一応オーストラリアを予定というか目指してて、2人で行きたいなと。なんでワーキングホリデーですか？なんでオーストラリアですか？僕たちコーヒーに関する仕事をしてて、オーストラリアは英語も勉強できてコーヒーもすごい盛んな国なんで、両方美味しいとこ取りをしたいなと思って。ナイスアイディア。じゃあそれをできたらいいなって感じですね。うん、します。はい、するんですか？もう決定ですか？もう決定、来年か再来年には。はい、ぜひ楽しんでいってらっしゃい。はい、いきます。じゃあすべての質問でした。ありがとうございます。So marriage nowadays in Japan has changed. The boy actually will help the wife as well with things around the house, which we're happy to hear. However, money for young couples is an issue, so there wasn't enough money for the first ring, and later on with the second proposal, then there was enough money for the actual ring, so the proposal happened twice. So money is an issue not only for the rings, but also for the wedding parties. Weddings in Japan are incredibly expensive, and a modern wedding is actually quite rare. It seems to be a system that's already planned, and it's really hard to actually tell the wedding planner that you don't need all of that and you can actually take things off. It seems to be a bit harder than I thought. Gaman, endurance, is the word that I hear a lot when people talk about a marriage in Japan, meaning sometimes you'll have to swallow your emotions in order to actually make the whole of the family happy. And these two, you can see, actually have big plans. They want to travel together and see the world, so I'm excited to see how that will go. So how is that in your country? Have weddings changed in recent years? If so, how? Let us know in the comments down below. Looking forward to reading it. Also, if you love Japan, Japanese culture, and you're interested in dating, maybe someone from Japan, don't forget to hit the subscribe button now for more of our videos. We bring them out almost every day. Some of you have been missing these videos though, even though you are subscribed, so don't forget to click on the notification bell so you don't miss the videos that we have produced all the way up until now for you guys. So I'm gonna go and wrap this up then. I hope you have a lovely day. Whether you're married or not, you know, all the single people hold together. Things are gonna look up for us. I hope you have a great day, and I'll catch you soon for more stuff from Japan. Lots of love and catch you soon. Bye!